よう、祝いの席でしけた面してんな。なんでバサルト君がいるんだい。君はスコードロンには入ってないだろう。何言ってんだ、こんなでかい打ち上げ知り合いはみんな来ているぜ。早速今日の主役に挨拶と行きたいところだが、まずはスコードロンの仲間たちが優先だからな。イツキ、お前さんは行かなくていいのか。ああ、あと。あら、珍しい組み合わせね。よ、セリスカ、 SBC フリューゲル最速クリアスコードロンおめでとう。でもよ、これで無冠の女王ではなくなっちまったな。名前を刻んだのは私ではないわ。でもこだわりを捨てても後悔がないくらい楽しい攻略だったわ。いつき、あなたも拗ねてないでお祝いしに行ったら。は？どうしてそんな言葉が出てくるのか意味。最近のあなたはとても楽しそうだわ。 GGO を始めた頃みたいに。ああ、俺様もそう思うぜ。よっぽど SBC フリューゲル攻略が面白かったんだな。最悪な気分なので失礼するよ。どうしたんだあいつ。自分のおもちゃを取られて怒ってる子供みたいね。まあいいんじゃねえか。人形みたいな面より今の仏頂面の方が100倍マシだぜ。クレハもお疲れ。お疲れ様、とっても楽しかったわ。お疲れクレハ。みんなもお疲れ様。キリトさんたちがいなければ最速攻略は無理だったわ。それはこちらも同じだよ。一番の活躍をしたのはリーダーだしな。リード？あいつのことですね。会った時は初心者だったのにね。攻略の中でもどんどん成長して追い抜かれちゃったわ。 VR ゲームが初めてなんて信じられないな。すごい素質だよ。同感。狙撃で負けるつもりはないけれど、一対一の戦いになったら厳しいかも。 UFG で一気に距離を詰めてくるからな。あれは手強いよ。すごい高評価ですね。あいつにはもったいなさすぎますよ。そうかな。なんというか戦闘力だけじゃないと思うの、あの人の力って。例えば SBC フリューゲルのラストバトルでもそうなんだけど、大事な時に自分で決断して行動するでしょ。そういう人って信頼できるし、自然に頼りにされるから、だからみんなリーダーとして認めているんだと思うの。そうね、あいつみんなに認められているんだものね。普段はぼーっとしているけどな。言われてみれば少しキリトに似ているかもね。まさかぼーっとしている方だけじゃないよな。そうどうかしらね。げアスナまで勘弁してくれよ。どうしたんだい。主役が抜け出しちゃダメだろ。
まあいいさ。想像しいところが苦手な気持ちは意外かい？僕は集団戦は得意だけど、集団に加わるのは苦手だよ。そうだな、人の輪から外れたここなんてね。そういう設定も受けがいいと思わないかい？それもまたよしかな。そうそう、大事なことを言い忘れていた。クエストクリアおめでとう。まさかあそこが分岐点だとは思わなかったよ。あえて困難な道を選ぶのが正解だったとはね。今思い返せばよくある話だけどさ、僕はやっぱり OS の再インストールを選ぶだろうな。そしてトゥルーエンドには至らない。やはり僕には英雄になる素質はないのか。うん、だから僕は君に負けたんだろう。同時に大変不愉快な気分でもある。出会った当初から気が合わない誰かさんのせいなんだけどね。ただ僕が彼女の指摘を不愉快に感じたということは図星なんだろうな。それでついいろいろなことを考えていたんだよ。実行の世界の基礎 VR 空間を生み出した茅場明彦なる人物についてさ、彼はなぜゲームを作ったんだろう。通信、教育、医療、軍事、いくらでも有益な利用方法はあるのに、いや彼の技術は金儲けどころか世界に革命すら起こせるよ。手始めに娯楽から入るのは分からなくもない。人々に受け入れられやすいからね。だけど彼にとってゲームは手段ではない、目的だったのだと思う。ソードアートオンラインというデスゲームを作り、何を得よう。君はどう思う？奇妙だとは思わないか？君らしい答えだね。一般的に見えて不思議と退屈だとは思わない。おそらくそれは君が自分で考え導き、誰かから聞いた言葉、どこかで読んだ言葉ではない、そんな気がする。茅場が何を求めていたか真実はわからない。でも僕はVR 空間に初めてダイブした時感じたんだ。不安、期待、うまく言語化できないんだけど、妙に落ち着かない感覚、ざわめく感じ、退屈なんかどこかに吹き飛んでしまった。だけど VR 空間がゲームだとわかるにつれ、次第にその感覚は消えてしまった。刺激的ではあるけれど、クエストや攻略の本質はビデオゲームとあまり変わらない。茅場はデスゲームにしてまでずっとあの感覚を追い続けたということなんだろうか。そう考えた時に少しだけ彼の気持ちが分かったよ。その時、僕がソードアートオンラインに入る術はなかったのだから、結局はただの想像だけどね。しかし今は違う。君といると、僕はあの時の感覚が蘇る。退屈しきったはずのクエストでも楽しさが違うんだ。なんで？
長話は僕の悪い癖だね。ごめん。結局言いたいのは、ちょっとした事実だけなんだ。君は、僕にとって特別な存在だということさ。そんな君が、今日、AGGO の世界においても、君は特別な存在になったんだ。僕は、君の特別な存在になれるだろうか。なんてね。いつもの冗談だよ。驚いたかい？あ、これは、そうか。VR 空間では感情を隠せないんだっけ。正直、あまり認めたくはないんだけどさ、僕は、本当の仲間が欲しかったんだ。たった一人でいい。共に並んで歩める。君は、常に僕ができない考え方をする。僕の考えに汚染されない。僕の誘導に引っかからない。僕の醜さを知っていても、仲間だと言ってくれる。だから、君のリアルの名前すら知らないけど、過ごした時間もわずかだけど、僕は、君となら、そうか。僕は、クレハやゼリスカ、そして、キリトたちと同じだって言ってくれるんだね。うん。そうだね。君は、AI すら心から仲間として認めている。誰にだってそうなんだ。誰にでも優しい。誰でも助けようと手を差し伸べる。だから、君が僕のそばにいてくれたのも、全く特別なことじゃない。ゆえに、君が僕だけを選ぶことはありえない。君は、いつまで君であり続けられるのかな？楽しい時間は永遠には続かないんだ。君の大事な仲間とだって。しかも残念なことに、それが美しい思い出になるとは限らない。人はね、笑顔を浮かべながら裏切り、奪える生き物なんだ。現実も仮想も、それは変わらない。変わらないんだ。そうか。やっぱり君は見たことがないんだね。君の眼前に広がる世界は暖かいんだろ？キラキラと輝いて、笑顔に満ち溢れているのだろうね。でも、僕の目に映る世界は違うんだ。僕だ。開始してくれ。これがリアルさ。笑顔やぬくもりなどどこにも存在しない。願いは届かず、思いは裏切られる。それが現実なんだ。僕はもうそれを寂しいと思う気持ちすら失っていたんだよ。そしてここで君と出会えた。ただのゲーム仲間でいられればよかったんだけどね。もう耐えられないんだ。君を手に入れるためなら
僕は魔王にでもなってみせる。無事戻ってきてくれてよかったです。もう昨日のサーバーダウンって何だったの？すぐに復旧しないし。今頃ザスカーには苦情のメールが殺到しているだろうね。そうね、きっと担当の方は大変でしょうね。せっかくの打ち上げだったのに残念だったわね。どうしたんだ？僕の顔に何かついているかい？そんなまじまじと見られると照れるな。なんてね。マスター、今日は何をしますか？お買い物でも狩りでもサポートします。今日は特に急ぎの用事はないし、あんたのやりたいクエストに付き合ってもいいわよ。私も参加したいわ。僕も一緒に行こう。ということです。マスター、自由に決めてください。いや、調子はどう？相変わらずラッキーなようだね。こんにちは、ナノです、シュピーゲル。こんにちは。 SBC フリューゲルの攻略は進んでいるんだろうね。強いプレイヤーと一緒なら何かと楽だろう。 UFG 以上のレア武器は見つかったかい？シュピーゲル、なんか妙にマスターに詳しいですね。ファンなのですか？ファンね。僕が最近いいなと思ってるプレイヤーならいるけど、知っているかい？デスガン。ただ運が良かったり、うまく流行に乗れたからって意気がってる奴らに制裁を加えているんだ。もっと暴れてくれればいいのに。あれこそが本当の強者だよ。そう思わないかい？ふん、それさ、デスガンを前にしても言えるの？やっぱり君もシノンを惑わす連中の仲間みたいだね。気をつけた方がいいよ。デスガンは君みたいな運がいいだけのやつは大嫌いだろうからさ。